前回は世論とマスメディアについて見ていきました。今回は国会の地位と仕事についてお話ししていきます。日本の政治について議論し決定していくのは私たち国民から選ばれた議員たちが組織する国会です。日本国憲法では国会を全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する機関として定め、その地位は国権の最高機関であつて国の唯一の立法機関であるとしています。つまり国会は国の政治の中心であり、また日本でただ立法を作ることができる機関であるということです。審議を十分に行うために国会にはいくつかの種類があります。毎年1回1月に開かれる常会、必要に応じて開かれる臨時会、内閣総理大臣を指名するために開かれる特別会、衆議院の解散中に緊急の必要がある場合に開かれる緊急集会があります。毎年必ず行われる常会は会期が150日で次年度の予算などについて審議します。内閣が必要と判断した時、あるいは衆議院参議院のいずれかの総議員の4分の1以上の要求があった時に召集されるのが臨時会です。審議される内容はその時々によって異なります。衆議院の解散後に行われる総選挙の日から30日以内に召集されるのが特別会です。こうした様々な形態が用意されている国会では多くの仕事が行われています。最もメインとなるのは法律の制定で、政治や私たちの生活社会問題に関することなど様々な事柄について審議されます。また予算の決定も国会の重要な仕事の一つです。他にも内閣総理大臣の指名や内閣が外国と結んだ条約の承認、適任とは思えない裁判官を辞めさせるかどうかを判断する弾劾裁判の実施、政治が正しく行われているかを調査する国政調査権の発動など、国会に与えられている仕事や権限は非常に多く慎重に扱われる必要があります。今回の内容はここまでです。国会の地位や種類や仕事について理解できていれば OK かと思います。次回は衆議院や参議院といった二院制についてお話ししていこうかと思います。それではお疲れ様でした。